読むぞ読むぞ、今日は読むんだぞ。ニクライネームハルトさんからです。ありがとう。ミックスタッフの皆さん、こんばんは。こんばんは。私が考えるミック的オリジナルホリデーはミックチートデイです。ミックは食いしん坊キャラが定着していますが、私はカメラの前だけだと思っています。その理由はミックが細すぎるからです。いろいろな生放送や番組などで見るミックは、毎回みんなで晩御飯のように食べているとは到底思えないのです。ミックが前回卵に話しかけていた時も朝から水分あー出会えた、嬉しい。待ったよな、ごめんな本当にごめん、もう会いたかったよね、待たせた、本当にごめんね、悪かったよ。うーん、もう絶対に話さないかんのだから水分しか口に含んでないと言っていました。そりゃ話しかけるわって食べるの大好きな私は思いました。多分普段はスタイル維持のためにあまり美味しくないオートミールなんかをバクバク食べているんだろうと思います。泣き。そんなミッコには一日好きな時間に好きなものを食べる一日があってもいいのではないでしょうか。ぜひご検討ください。素晴らしい。いや、一日好きな時間に好きなものを好きなだけ食べていい日って、もうなんかそれこそ祭りじゃん祝日じゃん、祭りだよ。え、最高。食いしん坊キャラってすごいこう私の体のことを心配してくださっていますけれども、確かに卵に話しかけていた日はほぼ何も口にしていなかった、水分しか。それもたまたまタイミングがね、ちょっと合わなくなくて食べれなかった日だったっていうだけなんですけど、最近はもうもっぱらもう毎日またパスタを食べ始めてます。困ったもので、これは良くない良くないって分かってるんですよ。パスタなんか一番太るじゃん、知ってるんだ。でもまたなんかいつの間にか食べてるんですよ。今日はお米食べようって思っててもなぜかパスタがある店に行ってしまう。これはね、洗脳されてます、誰かに操られてると思う、多分宇宙人説、私の頭の中にパスタ星人がいる説があるんですよ。だからね、まあこうやって思ってくれてるのはとても嬉しいですが、あんまり我慢はしてないですあの、本当に仕事とかで頑張ったとか、あ疲れたって思った時に全部食欲に行っちゃうタイプなので、結構ね我慢せずに食べるのがストレス発散になっている感じはありますね。はい、オートミールなんか食べん食べたことないし、ね、見たことないですね、私オートミール食べてんの。コーンフレークとかも全然食べないもんな。そうそう、カロリーゼロみたいなね、プロテインだけで過ごしますみたいな、ありえん生きていけない、それはさすがにね。はい、じゃあ続きまして、ニクラインネームくるみくりんさんからいただきました。ありがとうございます。ミクこんばんは。こんばんは。今回のテーマは休日ということなので、ズバリ10月25日をミック的ホリデーにします。ミックはニクラインでパスタと結婚すると言っていたり、地球最後の日に食べたいものはミートソースパスタと言っていたり、パスタが好きなことで知られているので、パスタの日をミック的ホリデーにしちゃえと思った結果、10月25日は世界パスタデーということだったのでミック的ホリデーに認定です。うわ、え、そうなの、パスタの日なんかあるんだ。そうですね、パスタと結婚するって言ってたわ、ごめんね、忘れてた今の、今までパスタよ、悪かった、あの時は悪かったの、本当にの、勝手に旦那にするとか言って気持ちも聞かずに、嫌だったかもしれない、パスタの方はね、美味しかったよ、でもとっても美味しかった、もう冷めきってるよきっとパスタもね。でも確かにパスタデーは知らなかったですし、私の大好物なので祝日にしたいですね。でその日は本当にパスタしか食べちゃダメっていう決まりを作って、全人類ね全人類、だって世界パスタデーですよ、日本パスタデーじゃないの、だからもう世界の祝日と
そしてあのパスタをみんなで食べるという、もうパスタしか食べちゃいけないという日に、朝昼夜パスタ、3食パスタでの日を作ってもいいと思うんですよね。はい、俺はウェルカムだよってノリノリなノリノリの人がいますね。品薄になるな、いろんな人が太るよって、それはすごい日になりそうって、いかつい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 か、そうです、パスタ星人に支配されてますねって。そうなんですよ、本当になんか自分の意思と関係なくパスタ食べてるんですよいや本当に、いや信じてよ本当なんだって。いや好きなんだけど、本当に今日は絶対に米を食べるって思ってて、もう いつの間にか入ってるんですよお店に。怖くない？いつの間にか冷凍のパスタとか食べちゃってるんですよ。本当に怖い